保護より機会、いわゆるチャンスですね。いわゆるいかに高い工賃を上げるかということが福祉だと思ってるんですよ。この街に暮らしてなければ。 95% はその作業所の方でやってもらっております。だいぶ種まきからですね、植え付けから、あと収穫マルチ剥ぎとかですね、あと製品になったものをきれいにこう分別して測って出荷すると、出荷作業までやってますよ。農業の作業工程はたくさんあって、それぞれに自分ができることがあるんですよ。ですから自分の役割があるということですね。やっぱり農業の持ついわゆるものを育てる、それから収穫する喜び、あとは外で作業する開放感とかですね、やっぱりそういったことが気持ちがスッとする。やっぱり人間は仕事をしたらですね、それなりの報酬をもらわないといけないというふうなことです。ですから私の考えはいわゆるいかに高い工賃を上げるかということが福祉だと思ってるんですよ。保護より機会、いわゆるチャンスですね。いろんなことで保護するばかりではなくて、やっぱりそういった人たちが仕事をして収入を得て地域の中で生き生きと生活をすると、それがもう一番の福祉と私は思っております。はい、みんな野村が大好きで、野村で仕事をして野村で暮らしたいという願いの、お手伝いをしているということですね。